チャーブロックスです。ということでね、続きやっていきましょうか。ドドングル洞窟っていうわけでね、前回ね、ちょっとね、もうね、知ってる人からしたら、ボス目の前やんけっていうところで、結局中途半端なところで終わってしまって、大変申し訳なかったと思うんですけども、まあ、収録環境、登場っていうところの問題もなので、危ない。ちょっと一旦ね、中止させていただきました。ここは、あ、そっか。ここにいたね、そういえば。なんかね、上から落とさなきゃいけない。なんでやねん、なんでやねん。発射して、発射して。うまいこと逃げやがる。おお。お上手ですね。へい。よし。弾があれだね、結構枯渇してたから。ちょっと待ってね。録画上はね、問題ないと思うんだけどね。映してる方のモニターが。ちょっと待ってね。なんだ？なんでだろう？よいしょ。ん？モニターがすごいね。荒れてるんだよね。よいしょ。あれ？そんなこと今まで一回もなかったのに。すげえやりにくい。仕方ない。じゃあ、もう、荒れている以上は仕方がないので、文句を言わずにやっていくしかない。ね。ここ出てきたっけ？どうだったっけかな？また間違えた。あのね、ZR と R を間違える現象が起こる。オッケー。で、他にもまだいるかな？あのところは見当たらない。入ってからまだやらなきゃいけないこと結構あったんだ。知らなかった。戻ってる。降りたらなんか出てくるとかは特にない。どんどん降るか。これまたあれだね、爆弾を落とさなきゃいけないのかな。普通に戻ったらなんかどっか出てくるか。でもなんか。まあよかったらかもしれないね。まあいいや。で、あいたはい。ああ、なるほどね。一匹いるだけ。置いちゃった。爆発させた。ああ、今度はダメだね。超下手。はい、1個でいいのか。待って。爆弾が爆発して爆弾が帰った。なんという優しい仕様。そして、帰ってって、なるほどな。これで、7つ目 ?8 つ目ってところかな。まだ10個は遠いっすね。そして、復活してるし、めんどくせえし。なんでやれ。会いたい。誰に会いたいのかな。昔好きだった A 子ちゃんとか C 子ちゃんとか D 子ちゃんとか何もんねん。残念ながら力もアタックして好きな俺おまへんがなちょっと強がりを言ってみたりとか、妖精みたいな妖精を作れていくぜ。ってことこれ戻ったらまたいるのか。いるね。レジェンド。クリアロとしてクリアロ。甘いわ。しょっぱいわ。岩塩。
おお。ひたくたひたくた。あのね、今イヤホンは挿してんだけど、音楽が非常に小さくて、自分の喋る声がでかすぎて、急にね、音楽が自分の声でかき消されている状態っていうね。え、これもいいわけ。すいません。よし、いただけたら、そうね、よし。もうね、モニターがどんどん荒れていく。やばい。よし。これで、なんとか奥が開いて、どうなるって。これじゃ攻撃できないもんね。やっぱあれか、やるしかないか。燃えたらその時だって感じだよ。こいつは？あ、今使ったやつ入ってる。あと一発気持ちよー。おまけんでいー。よいしょ。いや、うん、いやーでもこいつここにいるのはいいんだけどさ、帰ってこれねえね、きっと。非常にね、かわいそうかもしれない。でもあの真ん中にいる溶岩の中に含まれたら自分もお亡くなりになるっていう。応援の機会いいんだ。これ食らったら結構危ないね。間違えた。で、今回は何でも食べる。ちょっとは大抵。間違えたか。うそやん。よかった。あれこんなに下手くそになってる。こんなに、なんか炎を一発でも吐かせたことがなかったってことだ。さあ出す。あれ、パスしかない。このパス終わってる、これ。これにない現象。そんなことはない。こっち行くの。いない場合はあれなんだ。ちょっと待って、無視しないで。ちょ、どこ行くね。帰っといて、帰っといて。君にそんなに時間をかけるつもりはなかったんだ。ごめん。あれ食べたの？いないのかそれ。ってなったら、もう手続きにする必要はないから。終わってるはずで。体力が10なんだ。やっぱダメだね。まだ行く。こんな長かったのか。それだったらこっちあげる。たまにはお花も食べてさ。やっぱりちょっとカルシウムばっかりで花が溜まってますから、たまにはお花でも食べて、やらかしてあげましょうよ。お疲れ様でございました。自分の命を刈り取るようなやつがさ、部屋の真ん中に置いてダメだよね。人間がなす。俺には涙が流せ。流せそうな体してるもんな。トゲ。さて。こいつの体があれなんだよね。多分溶岩を全部吸い取ってくれたおかげで、この真ん中通れるようになった。そんなオチなのね。おいし、お疲れさんでした。まあ、ダメージ食らわなかっただけ、マシっちゅうことで許してくださいよ。よし。よーん。戻ります。さあ、来るでい。リンク。全身の背骨がボキボキだごろ。俺だごろ、ダルニアだごろ、よくやったごろ。これでまたうまいわが腹いっぱい食えるごろ、おめえのおかげだ。しかし不思議な話だごろ。
あんなにどどんどか吹いちまうなんて、それに独特されてた大岩、それもこれもきっとガナンドロフとかいうギルド野郎の始末だころ。あの野郎、セール席を渡せば独特開いてやるなんて抜かしやがってころ。それに比べておめえは俺たちのために危険を帰り見ず、おめえが気に入ったころ、今日からおめえとら兄弟だ。兄弟の誓いの代わりにこいつを受け取ってくれ。この人たちはこの精霊石を一体どこに仕込んでるんですかっていう話だね。すごいよね。急にファーンって出てくるんだもんな。ありがとう。あの、誠のメガネっぽい感じの見た目してる。よし。これで二つ目っすね。あと一つ。一つゲット。これを手に入れて、ね、今からね、ちょっと やりたいことが二つくらいあるのかな。兄弟だかなんだかよくわからん。あ、じゃあ間違えた。これあの、リンクの心の声だ。兄弟、おめえはこれからも男を磨く旅を続けるんだな。それじゃデスマンテの頂上の妖精様に会いに行きな。おめえの力になってくれる頃。さあみんな、兄弟お見送りしろい。怖えんだ。登場の仕方が乱暴なんだよ。よくやったころ。俺たち兄弟。わかった、わかった。おめえに関してはどっから降ってきたんだ。よし、じゃあ、言われた通りですね。あれ、まあ、なんか、30も少なかったのか。まあ、別にいいんだけど。はい、じゃあ、登っていきましょう。ここはなんかあったっけ、この穴。穴じゃなくて、岩。おお、帰ってきた。あ、そっちかよ。ほんで、お前食らうのに岩は破壊されねえのか。何体かあれだな。ああ、ただのロッキー。あの。オッケー。よし、ラジオ、なんでやねん、飛び越えてくださいよ。で、20ルピーは今のところは、まあ、なんていうか、いらないから、ロボット。よいしょ。こいつか。いい。いい。何があるかな。もう牛だもん。何を、あ、でもそっか。ちょっと待ってね。そうだな。どうしとこう。いい。もうとってもいい気分だわ。お乳絞ってあげるわって言って、ね、ちょっとね、生めかしい牛さんなんだね。もういい歌だわ。牧場の香りがするもの。あんまり気分がいいからミルクをたっぷり出るわ。あなたにもあげるわ。とっても元気になるミルクよ。まあ、このくらいの体力だったらね、全然こいつで十分だもんね。さあ、デスマウンテン。で、死んだもん。なのに、火山。ちょ、意味だ。ちょっと待って。こんなに激しいか。ちょっと待って。激しい。全然包まれへんよ。こんなに激しかったっけか。ふい。おい。危ねえな、この山。よし、急げ。また来る頃。あれ、出口どこだ。危ない。ちょ、やっぱデスマウンテンだな。死ぬ。シンプルに死ぬ頃。えい。し、登る頃。こっち行って。タルフォースだっけ。まあ、忘れたな。タルウォールか。あ、なるほどね。壁だからね。そういうことね。納得。あ、ハート。ハートキャッチプリキュアがおった。こっち来る。来ない。来ないなら虫です。よいしょ。おっさん元気。よく来たなブルーホース。ここが聖なる山デスマウンテンの山頂じゃ。この山頂の雲に活気あらば、それは山が平和な印。覚えておくがよい。ほう、さてここで少しお前の血を食べさせてもらおうかの。この山頂においダス妖精がある。お前に新たな力を与えてくれる妖精のリーダーじゃ。わしはここで待っておる。帰る時には力を貸そう。さあ行きなさい。これでいいのか。こっち
だったっけのはずだよ。体力減ってっからなんだよな。あ、はた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 。あってっていくわ。じゃん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 。何くれるんだっけこれ。魔力だっけ。へい。あ、皆さん、グロチューンですよ。妖精のさ、布の面積を。ほら、もう、あぜんとしてるもんね、完全にリンクがね。まあ、ちょっとあの、ほくろがエロさを出してもらって。ようこそ、ルーホース。私は力の大妖精。あなたに剣の技を授けてあげる。さあ、受け取って。剣によって、おまたギリギリのラインなんだよな。やばいやばい。キー。あと、も、まあ、し、魔力手に入れたってことなのかな。B を押して気合われて B を離す。回転 B も気合を試すになりたいときは、回転 B、クイックで回転、抜群。回転切れで気合を貯めると、魔力を消費するから緑のメーターに気をつけて、大きからの使える少年よ。ハイラル城に戻った時にも私の仲間に会うことね。盾の力を授けてくれるわ。戦いに疲れた時はいつでもいらっしゃい。おひょ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 。さあ、戻ろう。ということでね。はい、緑色になると。で、大回転切りで、なんか赤色っぽくなる。ね。この時に、まだです。めっちゃ注目してるけど、まだです。なんだ？ああ、そういうことか。デスマウント、加工。うわ、すごく熱い。長くいられないよ。あ、48秒か。それはちょっと長くいられま、いられなさすぎる。オッケー。いや、え？何何？あ、魔法のスパね。完全に1ルピー取ったけどな、今。よし。で、あ、でも、これあれか、どうせ、ルピーだろうな。戻すとか手段ない。爆弾はありがたいです。で、なぜか地下に来ると、加工の暑さの影響を受けないっていうね。48秒。またこれ1秒あったら、1ハートあたり1秒ってことかな。あそこにも行かなきゃいけないんだけど、今行けないもんね。あ、こっち？お豆ポリポリ野郎がね、出会わないといけない。お豆ポリポリ野郎まだ出会えないからな。ちょっと待って、なんか、ここ入ったらなんか、違う、戻れない、やばい。あ、しかも、終わったー。ああ、こっちの方がむしろすがすがしい。やっぱ、1個、ここ、あ、じゃあ、8、おー、ちょ、いって、やばい。てるちょ、これでちょっと、印なんぼ？あ、10、やった、よし、これ、ちょうど10だ、いいじゃん。戻ろう。自身戻ってね。むしろ向かってて、死に向かってて、さすがデスマウントか。よし、じゃあ、これで元に戻りましょうか。ほぅー。何だ？ごめん、おっちゃん、何の話したかったら。大丈夫、ここ、めっちゃなんか火山岩がいっぱい降ってくるところだったんですけど、ちょっとその影響を受けずに済みそうとか、危ない危ない。チャルチャル。ああ、だね。天気はいい感じだね。ちょうど朝日が生まれてくるよっていう。ここに行くことによって、どこだったっけ？こっちか。ここであったね。降りる。OKOK。で、これが手に入る。ありがとう、おじちゃん。まあ、予想はついてる。多分ラウルですかな。で、こっち行って、入ります。一人人間に戻って、お金ちょうだい。呪いが解けたよ、さっき俺にこれあげる。よっしゃ、お花の先。その兄ちゃんたちも助けてやってよ、ダメ？よう。多分ね、最もグロい、ゼルダの伝説の中の最もグロいシーンの一つだと思うんですよね。これ今朝、
まだ開けてないのか。ギリ夜中ってとこ。明け方って感じかな。ちょ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 。一瞬よそ見した瞬間にどんどん落ちちゃった。ちょ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 っと待ってね。戻ってって、そう、であの一個さ破壊してなかったところがあるから、あのそこをねちょっとねやっていこうかなと思います。さすがに降ってこないかな。あーでもなんか変なやつがいたなと。え、あ、これ無理か。なんか入ってくんのかよ。あ、ちょ、しかも登れんのかよこれ。いてて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 。待て待て。登れるんだったら普通にあれだね。誰か。えい。ここ登れたっけ。されたやっぱりあれだな。俺の気持ちに戻ってゲームってやっていかないといけないんだよな。不可能なんてことを考えちゃダメなんですよ。子供にもいろいろ教わるからね、本当にね。パパできるのって。うん、娘に言われます。やってパパできるのって。よっつ。ここはなんだ、うちの坊やは外遊びに行ったわよ。ああ、そういうことね。あいつだったの。いえ。じゃあ、もう一個やることやっていきましょうか。さっきね、ハイラル城に、なんか私の仲間がいるわーってて、ね、全くもって同じ格好をしてるような、キワキワのね、本当に大妖精というような、ただのハレンチ女がいるんですけど、うん。そのハレンチ女に、ハレンチ女第2号って言った方がいいのかな。会いに行こう。爆弾持ってて、あとができることって何かあるのか、別にないか。アイディアご飯に行く予定も、子供時代のアイディアご飯とか仕方ない。ああ、ちょっと釣り堀ができるのか。50センチ以上手に入れたら、ただし、あとのかけらだっけ。まあ、そこまで時間かけてね、あれやつじゃないよ。なんかどっちかって方が、全部をクリアした後に、のんびり釣り堀でもやりながら、振り返りラジオみたいなのするのいいんじゃないかくらい、そんな感じで。こっち行って。そっか、でも燃える心配もないから、こっちだね。こっちで落ちるとない。なんかあんまりツタのないところ行ってるような感じがしたけど、そんなことは気づいた。およよーん。What time is now, huh?29分なんかすぐリアルな時間もですね、もう顔もなく夜中の12時となる。今日はいつもより収録時間早めですね。ちょっとはい、じゃあ行きましょうか。しこしこ、この爆発にもね全く応じない兵隊さんたちどうなってるのって感じするけど、まあそこはいいでしょう。このねアイテムがね一番使えるかなって思うんですけど、態度がでけえ、まあ、大妖精だからいいんだけどさ、ギュッとおっぱいだよな完全にな。シリようこそ、私は魔法の大妖精、あなたに魔法のアイテムを使ったけど、さあ受け取ってむっちゅただの嘆きっす。わーん、パパ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 パーン、パパ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 ーン。何くれるのかなぁ。銀の炎ですね。炎のトームが全てを包み込む。結構ね、使えるんです。ダークリンク。ダークリンクの攻略の仕方が未だによりよく分かってない。なんか、メアキョンハンブル使えばなんか勝てるっぽいかな。よし。こっからじゃあどうしようかな。ゾーラの殺到の手前まで行く？ぐるっとらるか。うわー、見つけた！おいしょ、悪いしょ、このこしょ、おいしょ、ましぇん。はい、だろう。あたね。地味になんか右にずれてる。さすが、走ってる。さすが。
コントローラーの問題なの？いや、そんなことはない。俺の操作性の問題だ。ということで、登ってて何かあったって、あのおっさんと話したときだけ、まあ、なんで階段の上に登ってるのかあるんだろう。物を売ってくれ、物を売ってくれ、とかある。ダブルハイラジオの趣味の子を作るのに、俺が言えないけどな。無理無理、凡人には無理無理。大フォースの力がないってさ。つまり、笑ってないってなってしてるよ。そんなことはどうでもよろしくて、作っていくよ。で、なんかあの、背中を持って右側にさ、なんか爆弾で破壊できそうな岩あって、あれなんかあるのかな？ちょっとしてて。えっ！いえ！よし！え？あ、別になんもない。なんあ、でも、テクノミは欲しい。うるぴー。嬉しいよ、嬉しくない。悲しいよ。よし、じゃあ、ここ。じゃあ登って次のステージに近くまで向かっていきますか。トークテーマないっすよ。なんかね、やっぱり、ね、こう一人でベラ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 喋ってるとね、なんかこうあこの間っていうかだいぶ前だったかもしれないけど、嫁さんとかさ、それからあの弟とかとか一緒にやってるとなんか会話が生まれるじゃん。まあね、嫁さんは一言も喋らないから一人でベラ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 喋るだけ。それはそれでさ、なんか、誰か、クリクリクリ感覚になったらスタルコスが出てくるんだよね。次進むべき場所っていうところがね、あ、できてないとか、どこ行ったらいいんだろう。こっち進むので合ってるとか。で、おぉ、すごいとこから入ってきたな。危ない危ない危ない。プレイじゃないか、なかなかね、初プレイのとこってわからないよね。もう初プレイ、あの、プレイだからこそ、こう、ちょっとね、なんだろう。気持ちサクサク進められてる感じがする。君でもいるな。君の剣は息が短いな。じゃあ分かってる。ここだ。死んで、あ、ちょ、あ、待った、待詳しくなったものじゃのう、ブルーコース。この先はゾーラ族の住みか。彼らはハイラル王家に使い、この国を守っておる。王家と関わりを持つ者にしか、彼らは扉を開かず開かぬのじゃ。大きに伝わる調べを聞かせよう。ゾーラ族の耳に届く場所でな。言わなくても、あの足元にそれがあるから多分大丈夫だと思う。ということで、まあちょっとね、サリア・ゼルダ姫とってね、あ、サリア・ゼルダ姫、あ、痛い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 、おっ、あ、めっちゃ面白い、痛い、やばいやばいやばい、ハート1も削る破壊力が半端ないんですよ。やばいんですよ。で、いい。で、この鶏は連れてった方がいいんだけど、とりあえずここを爆発させます。あ、今日嵐の歌か、これ。はい、行こう。あー、お豆ちゃんか。行く方がいいと思う。お豆ちゃん。プリ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 。この豆はいなんかね、あんまり売れてない。あら稼ぎしてくるんだけど、あ、豆を植えるんだ、あらかじめプリプリプリ、この豆はなんかまだ人気ありますよ。スーって言いながらね、あのよあのよよっていう入ってるね、とかあのあれだよね、カレーガンとか本ガラシガンとかそんな感じのところで割と人気あるんだけど、入ったときにこのペアティックに植えていつだったらいいかな、どこに植えたらいいかとかあんま覚えてないからね。あ、違う、いらないって、もういらねえって、なんで、あ、まあ、いいや、やられてください。で、ニワトリ、え、ニワニワニワ、ニワトリがいたが、ロボット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 、登らない。今、あの、払ったものに入ってきてる。あー、めっちゃやばい。よし、じゃあ、上に登っていきましょう。チク、パンダ。アゲハチョは捕まえられないんですけど、やっぱコルムグラフティーのところだって。で、あの、発射してくるんです。あ、痛いよね、痛いね。ちょっと待って、何してんの、抵抗、無駄な抵抗はやめなさい。らしくしろです。なんでそうだろう。僕もなんかこんなに、抵抗の、難易度高かったよ。
ナになったらこれなんかね。あれ。何度目の正直これ。めんどくさいので一旦戻ります。やっちまったな。もうあのまさかのここで1話を沸かす可能性が出てきたと。ドーラ側。いやいやいや、こんなのスッとね。あ、でまたあいつが出てきた。お前どこに行くんだ。まさかオーケーに行くの音楽を聞かせたいかわ。オーケー、怒られてまた出てきた。欲しくなったものじゃん。おー、どこする。いや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 、あの、もう、あ、嘘、こっからデジャブ。はいはいはい、さよなら、バイバイ。俺はこいつと逃げる。おっと、これもこれも全部あれで、あの4つもあのかわされたから100ルピーぼったくられた。行こう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 よ行こうよ行こうよ行こうよ行かない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 行あお。うん。金のしたらよくなかったな。ここ行けなかったっけ。ここはあれか。ちょっと待って、こいつ、壊れてるっから。おかしい。こっちから。え、そう、いけたかった。残念ですね。このさ、なんか、入るってなんか、なかったっけ？いるよね。入るがちょっと、あ、来た。何？これで何を食いたら何かもらえるとかあるのかな。なんかあの歌ってないとすごい喜んでる。おっちゃん、ひかりな上手。うん、いいメロディーだけど、みんなで練習するけ。こう土産にルピー持ってく歌メロディーまた聞かせてくれ。もうすげえ。え、あ、なんかでかくなってね。あれかな、5曲くらい聴かせたらでかくなっていくんだろうな、みんなが。なんか違う、別々の曲を歌ってたりとか。あ、真ん中のやつが出てくる。おっちゃん、お金の上手。うん。おー、すげえ。荒稼ぎできるんだ。ちょっとは、じゃあ次は。それでまた今度は。あ、でもあと1曲もねえんだな。ってことは、時の歌でも覚えて帰ってくるってことかな、もしかしたらな。で、打つと、おぉ、奥の人ね。はいはい。ヤギンルッキーになりました。カップ。ヤフー。ソードマックスくらい持てるから、いいか。そう。あ、これ、あの、今度は右のやつ。で、ちょっと、ああ、よそ。だけでかいのがいっぱいいるってなって。ウェーブ。よし、オッケー。で、私はその代わりに鶏を失ったと思ったら、いた。君、なんて優しいんだ。おいで。一緒に行こう。行くかなぁ。ちょっと考えるとあれだな。あと一箇所。あと一箇所っていうか、上の。あ、違うな。あれ、あと二つだっけ。時の歌、歌と時の歌とあとなんだっけ。忘れちゃった。なあ、あの、カレーによる過去の記憶がどんどん薄れていくっていう、そういう現象でございますけど、ごめんなさい。ああ、またなんか、うん、よし。勝手に進めてくれる。ありがとう。
おー、落ちた。えい。あちょ、羽ばたいていく。はいや。どういうこと？ここに必要だったのか、お前。あー、ちょっと待って。目の前に見えてるのに、なんか取らないのはちょっとあれだな。もう取れるって分かってるのに取らないのちょっとあれだ。やっぱり頑張ろう。ちょっとは時間的には40分いくな。まあゾーラの里に入ったところで一旦ね切りたいと思います。でもう目の前にゾーラの里見えてきてるから登れない登れない。やばすぎら。から戻ろうと思っても多分無理ですね。でもない。じゃあこっから行けたで。一回もう切り出かけようぜ。ポップちゃん。こいこう。そう。で、普に行けたんだな。じゃあ俺あんな酷な道から行ったんだ。そう。なんかいろいろ残酷だった。しかもあっち行きたいよな。あれどうやって行くんだろうな。あれこそがそのだからお豆ちゃん。確かにこれだ。あそ子供の頃にあれだ、ハイリアポン入って私に歌を押しさなきゃ。そんなのあった気がして覚えた人もいる。お豆ちゃんの道だね。またのな、クリックリかもしれない。で、昨日よりは気をつけなくてね。さっきもしょうもない音がしたらあれだから。で、危ない。危ない。ダメですね。ダメですね。これはダメだ。やっちまった。どうしよう。戻そう。戻ってきて。で、偶然にもこいつを見つけることができる。で、こう、左。で、いい。ガチジン。ぐらって、ちょっとぐらって。そうじゃない。かなりぐらって。さっきあそこで落ちるとは思わなかった。ごめんね、みんな。付き合ってくれてありがとう。ちゃんと登録ボタンまで押してくれて、あ、そう、グッドボタンまで、いや、ありがたい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 、降りる、ほう、もう無理なんだな、多分無理なんだな、せい、えい、危ないね、ここ登れないのか、ここ登りたかったですね、やっぱ普通にちょっと連れてったらいけるんだろうけど、ここまでやるかっていう、さあ行くでー、こうして行こう、もう一回。だけの勝負。最初の行って戻ってくるを含めると4度目になる。すまん。よし、行くぞ。これ、やっぱ届かないな。なんか上にいるのかな、ちょっとは。危な危な。これまさかまた振り出しに戻るかと思った。そうじゃなかった。一番苦戦してる。あれ、A ボタンが出てこない。なぜ？なんだ。そして投げるんじゃないわよ。バッキーが。よしよ。よしよ。どうも。はい。あっちゃん。こっちと。アンジトーガリンガンアイガンヨミーテラスアサマオイザナミイザナミとイザナギラで、ここからポイありがとうさあ、ヒヤシュマジで今どうしていいか分かんなかった。マジでどうなってるの？あれ今なんか、ほんと飛んでってなかった。
じゃあ、ドーラの里を入って終わりにしましょうか。締めくらいちょっと、ここ付け足してほしいのに、ここはつかないけどさ、スッとやらしてほしいのに、スッとやらなかった。じゃあ眠らずの旅、よし。じゃあね、今回は最後まで、お付き合いいただきまして、今回もですね、それまでお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回のパートもお楽しみいただきたいと思います。子供編第3弾ですね、目指していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。ではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。